ガウェインは義に厚い武人、友達思いのその姿に共感した。アーサーとランスロット、親友同士の争う姿は見ていてつらい。舞台失われた聖杯の打ち上げが行われたあの日、事件は起こった。マヒルが作ったバームクーヘンが何者かにつまみ食いされたのだ。その犯人として浮上したのはカレン。でも彼女は無実を主張している。果たして本当にカレンが犯人なのか、それとも。お願い、みんなも信じて。私本当につまみ食いなんてしてないんだよ。おかしい。なんだろう、この違和感。何かがずれているような感覚。何かがカレンらしくない。あ、そうか。アイジョーさん、もうこれまでです。潔く罪を認めるしかありませんよ。そんな。もし認めるなら。待って、カレンは犯人じゃないかもしれない。え？この勝負ここまでだ。双方とも剣を収めるのだ。邪魔をするな、ガウェイン殿。これは私とアーサーの問題だ。いや、君たちだけではない。私の問題でもある。私もアーサー様の臣下であり、君の友でもあるからな。その二人が争う姿など私は見たくはない。ガウェイン殿。それに今回の事件、不可解な点が多い。アーサー王も何か隠しているようだし、結論を出すのは早計じゃないのか。だがしかし、アーサーは。ランスロット殿、あなたはまだアーサー王を信じているのだろう。そのようなことは。先ほどの人たち、私が受け止めるまでもなく外れていたぞ。でも今までの証拠じゃカレンちゃんが。マヒル、あなただってまだカレンを信じてるんでしょ。それはけど、カレンが犯人じゃないって何か証拠でもあるの？これを見て。これってカニハニワのグッズのこと？これが何なの？むしろこれらが使われたことこそ、アイジョーさんを犯人と決定づける証拠だと思いますが。いいえ、それは逆よ。カレンだからこそ使わないの。どういうことでしょうか？そっか、そうなんだよ。私は使わない。使えるわけないんだよね、ヒカリちゃん。そう、開けられない。開けられるはずがないの。そうそう、好きなグッズを使う。そんなもったいないことできるはずない。もったいない？あ、え、ちょっと待って、使わないのに買ったの？どうして？使わなくても買っちゃうよ。いや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 、普通買わないでしょ。そうなの？好きなキャラのグッズっていらなくてもついつい買っちゃわない？私もミスターホワイトのタペストリーとか何枚も持ってる。使わないけど。わかるよ。タペストリーいつの間にか増えちゃうよね、使わないのに。タペストリーは買わないけど、でもデザインが気に入ると同じものが欲しくなる気持ちはわかるわね。確かに、心を打たれた舞台のパンフレットなど2冊買ってしまうことはありますね。私はお気に入りのグッズも普段使いしたいから、保管用鑑賞用に予備を買う派かな。あら、そういうものなら私は布教用にもう一つ欲しいわね。あ、布教用も必要だよね。じゃあ全部で4つ。いや、布教用に2つは用意しておきたいから全部で5つだね。みんなすごいわね。あ、でも
私も限定品とかには弱いかも。数量限定とかおられるとつい飛びついちゃうのよね。数量限定、はあ、もしかしてカレンちゃん。うん、やっぱりさっきは慌ててて気づかなかったけど、やっぱりこれ私じゃないよ。なぜそう断言できるのですか？だってほらこれ見て、これお弁当チェーンのグッドグッドで期間限定でしかもらえない激レア品だよ。こんな大事なもの絶対使えるわけないよ。わかる。私のミスターホワイトの限定お弁当箱も永久に使われることはない。いや、お弁当箱なんだし使いなさいよ。まあともかく、つまり好きなグッズの封を開けられなかったカレンは犯人でないというわけね。うん、そういうこと。ごめんなさいカレンちゃん、ちょっと考えればわかることだったのに。ううん、気にしないで。それよりまひるちゃんが信じてくれてよかった。カレンちゃん、ありがとう。私も疑っていなかったといえば嘘になります。すみません。白状すると私もごめんなさい。実を言えば私も少しごめん。まあまあ、私は疑いが晴れてくれればそれでいいし、これで一件落着ってことで。いいえ、まだよカレン、まだ終わってない。カレンに罪を着せようとした人間がいる。私は必ず犯人を見つけ出す。この物語においてガウェインはある重要な役割を持っている。その役割をどう演じるか、それが課題。この設定、原作のマロリー版にはないオリジナルだけど、私は結構悪くないと思う。けど、まさか現実でも似たようなことが起こるなんて。事実は小説よりきなり。それにしても、犯人は一体何の目的で彼に罪を着せたんだろう。その目的がわかれば、犯人にたどり着けるような気がする。つまみ食いを疑われるカレン、嫌疑、濡れ衣、友人からの非難。この流れなんか既視感。もしかして犯人の目的はそういうこと？でもなぜこんなことを。いえ、それは私の役が考えることじゃない。事件の真相はきっと犯人役の彼女が語ってくれる。私は舞台少女、課せられた役を果たすだけ。ガウェイン殿、調べ物か？トリスタンか。ああ、少し気になることがあってな。例の聖杯のことかい？ああ、アーサー王を罠に陥れた黒幕の正体を探っている。ならば私も力を貸そうか。いや、協力は感謝するが、やはり今はいい。そうか。王の危機は我々円卓の騎士の危機。必要な時は声をかけてくれ。必要になった時か。その時は声をかけるよ。ひかりちゃん、犯人が分かったって本当？うん、多分これで合ってると思う。それでひかりちゃん、犯人は一体誰なの？それを知るためには失われた聖杯の内容を振り返る必要があると思う。あの戯曲を？それがヒントになっているの？なんだか面白そう。じゃあ早速やってみましょうか。そうね。まずこの物語はアーサー王物語の一つ、聖杯伝説を下敷きにその後日談を描いた話よね。うんうん。そして物語はランスロットが聖杯を手に入れ、
彼が凱旋してきたところから始まります。そういえば確か元の話では聖杯を手に入れたのはランスロットじゃなく、その息子ガラハットなのよね。そうね、ランスロットに限らずこの作品って原点からの改変が多いし、原作のキャラを使ったオリジナルって感じが強いよね。話を戻すね。ところがその聖杯はアーサー王によって盗まれてしまい、そのことに激怒したランスロットはアーサーと対決。でもそれは真犯人によって仕組まれた罠だった。そしてその事実に気づいたガウェインにより黒幕の正体が暴かれる。というのが大まかなあらすじだけど、何か分かった？やっぱりよくわからないわね。あ、何かわかったの、カレンちゃん？いや、なんていうか、これって今の私たちに似てるなって。どういうこと？アーサー役の私が犯人にされて、ランスロット役のマヒルちゃんが私を疑って、ガウェイン役のヒカリちゃんが犯人を探る。本当だ、役がぴったり符合するね。そう、これはまるで失われた聖杯の舞台の再現。犯人は意図的に物語をたどることを求めている。ちょっと待って、舞台の内容を再現してるってことは、つまり犯人は。そう、その意図に沿えば必然的に犯人はこの舞台の犯人役ということになる。その理由は君自身が一番わかってるんじゃないのか？アーサー王へ宛てた手紙を見つけた。王を脅迫し聖杯を盗み出すよう君からの指示が書かれたものがな。なぜだ？なぜ君がこんな真似をした？同じ円卓の仲間として信じていたのに。まさか君が黒幕だったとはな、トリスタン。犯人はトリスタン役、天道マヤ。なるほど、なかなか面白い推理ですが、私が犯人だという証拠はあるのでしょうか？もちろん、私の役はガウェイン。この物語で犯人を告発する役目、準備に抜かりはない。トリスタン、君がアーサー様を罠にはめたこと、調べはついている。見よ、これが証拠だ。これってカニハニワのテーブルクロス？これが何か？この綺麗に折りたたまれたテーブルクロス、ずっと気になってた。きっかけは悠長につまみ食いするのねという言葉。私も不思議に思ってた。どうしてそんなに悠長な真似をしていられたのか。確かに普通なら早く現場から立ち去りたいって考えるものね。言われてみるとちょっと不自然よね。でも犯人はそうしなかった。いえ、できなかった。え？どうして？犯人にとってその行動は冒涜に当たると思ったから。たとえつまみ食いでも大好きなバウムクーヘンを雑に食べることは許せなかった。だから見つかる危険を冒してまでテーブルクロスやランチョンマットを用意し、雨津さえ後片付けまでした。全てはバウムクーヘンへの愛ゆえに。そんなバウムクーヘンに並々ならない愛を持つ人物、それは天道マヤ以外ありえないと。確かにそんなバウムクーヘンバカ、天道マヤ以外ありえないわね。さすがですね、神楽さん。見事にガウェイン役を全うされました。もし神楽さんが真相に気づかなければ私から話すつもりでしたが、杞憂でしたね。それから愛情さん、露崎さん、お二人を騙すような真似をしてしまい本当に申し訳ありません。で、天道さん、どうしてこんな。それは犯人役が語ること。そうですね、ここからは
トリスタン役、この天道マヤがお引き受けします。よくぞ真実にたどり着いた。さすがはガウェイン殿だ。その探求心と王への忠誠心をたたえ、今こそ真相を語ろう。いかにもアーサー王を罠に陥れたのはこの私、円卓の騎士が一人、トリスタンだ。いや、ここは私たちと言うべきでしょうか。